やっとこう、まあ、ひなたちゃんはねあの以前もお会いしたことはあったけど、人吾としてお会いできてすごく嬉しかったし、他のメンバーとも会いたい。他のメンバーマジで本当に一回も会ったことないから。あ、本当ですか。なんか鈴木さんも、うん、まあね、多分会ったことない気がする。あ、そうだったんだ、うん、そう、鈴木さんって言っちゃった。みのりちゃんっていつも呼んでんのにいきなり会わなくなって距離が生まれてしまって今やっちまった。ニゴっぽいな、すごいニゴっぽいなまあね、いつかね、うん、まあもうね2021年も始まったことですし、うん、4人で揃いたいよ。ラジオができたら、ね、あわよくばあのゲストもお呼びしたいなと、いいじゃないですか。ちなみにね、今日お送りさせていただいた2人はですね、今日かけさせていただいた一人ぼえんびを歌わせていただいてるんですけど、うん、初めてかなでとみずきが2人と、そうね、リュエットは初めてかな。そうですね、あとみくちゃんで3人で歌ってるんですけど、うん、なんか結構こんな感じになるんだ。えなじゃないや、あのえな好きすぎか、かなでと嫉妬しちゃうなごめん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 、かなでとね、みずきだとこんな感じになるんだっていう、うん、なんかこうサビでね、あーって私は思いました。